どうもこんにちは、こんばんは、岩です。今回は、特別非売品、あの特別非売品ソフトを使って、二人で対戦やっていきたいと思います。挨拶お願いします。ってことで、まあ皆さんご存知であろう、この特別非売品ソフト。まあ一人で二人で対戦をやったんですけど、まあちゃんとね、二人で対戦やっていきたいと思います。体験版に二人で対戦なかなかないよね。そうだね。うん、体験版で二人ってか対戦がちゃんとあるって、まあ珍しいですね。うん、ってことで、これ、雷門中と帝国学園選べるんですよ。自分が使うチーム。うん、そっか。選ばしてあげます、ここは。選ばしてあげますなんだ。いや、僕もやってるんで、ああ、まあ、でもね。うん、もう分かってる、ね。でも、なかなかこういう時にさ、帝国を操作ってなかなかないよね。俺、帝国操作してみてえわ。あ、いいっすよ。じゃあ、帝国で。うん、じゃあ、僕、雷門中で。ってことで、グランド、雷門グラウンド、帝国スタジアムあるんですけど、どっちにします今回。帝国スタジアムでやったことある？帝国、俺、帝国で一回やったことあります。うんうんうん。まあ、雷門でいっか。OK です。ってことで、はい、早速、雷門対帝国。うん。やっていきましょう。因縁の対決だね。もう巨人、阪神みたいな。まあ、そんなもんですね。ってことで、あ、これすごいんだよな、ビジュアルが。見慣れないね、顔がいっぱいいますけど。まあ、ステータスとか、今回ね、全然違うんですよ。王子をいますね、相変わらず。帝国は全然変わらないね、こう見ると。そうっすね、うん、意外に。でも、キドなんてそのままだしな。ライモンがひどい。ひどいって言い方で。これドット絵もひどいよ。うん、まあまあひどいよね。あとこれ、バーニングフェイズしないと、下の2段の必殺技、これ5人で言うと、稲妻落としとシップダッシュで使えないんです。っていうなんか、あの製品版では消されたルールがあります。ということで、では早速やっていきますか。バーニングフェイズって、あれシュート何本とかだっけ？そうですね、違うメンバーでシュート3本打てば。そう、クリマツ！クリマツ来たか？今、稲入れで一番数字を持ってる男。これ俺が奪えばいいんだな、呪文で。うわうまい、嘘、うめぇ、そんな、さすがのクリマツ、そんなかわす。あ、これ来たでしょ、マックス突破で、何でもできるんだよ、マックス。オッケーオッケーオッケー、これ俺だよな、オッケー、俺だよな、これ、行き過ぎると起動で、起動、いけ、なんで、お前なんだよそれ、おい、おい、ぐちゃぐちゃ、帝国下手やな、さっか、ぐちゃぐちゃ、おい、いや、マジか、クリマツが覚醒したね。いや、ぐっちゃぐちゃだよ、これ、はい、ナイスからの勝利でパス、これ5条だよ、竜巻旋風ピュラスライドで、オーケー、うまい。いやでもこれファール誘えればいいんで、いやオーケー、いいえ、さすが、いやノファか、ノファパスカット、いやノファいやノファ、これはどうですか、これシップダッシュいくから、これ風丸のお箱、ナイス。まあ先制点大事っすよね、やっぱこっからそうね、取った、よしいやー、これいけるか、ハンダが超えるターン、いやこういうところがね、体験版の良き、イリュージョンボール、ナイス、これ3人勝ったらでかいよ、さすがにイリュージョンボール強いな。いや結構でも TP 減るね、結構 TP がない、そしていやこれやばい、ちょ、エンド出てきてない、ちょっとエンド出てるよ、しかもこの距離、これは軌道だ、いや強そう、炸裂しますよ、止めれんのこれ、製品版と違うからな、強さ、これどうですか、うわ、手届いた、手は届くが、ゴッドハンド、じゃここ止めてほしいぞ、あナイス、うまい、やるね、遠藤君、いや今完璧な抜き出しちゃったと思うんですけど、よし、クリマツ持ってこう、クリマツクリマツ、足元ガバガバ、いやでもクリマツめちゃめちゃ、よし、じゃ頼む、ごいじ、なにこれ、これはオーケー、ナイス、れこれ大伝ですよ、処理、なにそれ、使わせたと思うよ、これは、これ、いやーくそ、ないね、くっそ、今サクマへの抜け出しやりたかったんだよな、これロングパス、パス繋いでいこう、五条がこれいいんじゃない、まずい、行きましょう、パワーシードで、アルネード片身にピアスしてるからな、この上に、うん、さあ、いやゴーインジ強いよ、10あったからな、これは、マジ衝撃者でできた壁ですよ、それ止められたらもう打つでないぞこっち、何パスコースか分からん、ダイレクトすぎる、さあこれ風丸さん、いきます、これ佐久間なんか持ってたか、うわ、分身フェイント、顔がちょっと怖いな、この佐久間分身フェイントして、いやこれシュートあったか、あります、ないんかお前お前ないのか、ないならいける、ないならキャッチ、何ループ、え、怖い、おい、ないということがあるのか、策はないから、起動しかなかったような気がする、
え、これキーパーゲーではこれマジ1点が重いよ、体験版は1点が重いです。結構ね、むずい。いいね、染岡からの豪炎寺。いや、いや何頼む、勝つんだよな。そんなことが許されるそんな、そっち、ちょっと頼む。これ何ゴンジ、自分で決めに行けよ、それ処理貫け貫け、そんなことが許されるいやこれが豪炎寺。そんなことが、それはダメでしょ、違うだろキーパーに競り勝っちゃうから、キーパーに競り勝ったらダメでしょ、油断しちゃダメだって、そこ俺さ、ゴエンジ決めるんで、勝利が決めるんで、どういう世界よってことで前半終了。いや、沼だわまあまだ後半あるんでね。さあ、後半これ、いや、マジうまい、今のこれ、今のところ抜け出しは、もう一回貫け。いや、でもさっきより距離あるからな、止めれるでしょ、これは。ツインブースト、いや体験版何を起こすか分からない体験版は何があるか分からないまあな、そうなんだよな。頼む、止めてくれ。ダイレクトだから今の、どうだ、嘘でしょ、どうだうえぇ、ふざけんなよ、ずらしたよ、ずらしたから、ふざけんなよ、ずらすから、そんなことが許されていいんですかずらすから、もうちゃんと枠狙わないと。昨日さ、もっかい、もっかい打つぞ、近いな、俺はもっかい打つぞ。これとか、しかも遠藤さん、遠藤さん、もしや、いや、遠藤ね、あと一発使います、ラストチャンスよ、これ。でも、昨日も、なんかコースひどない、昨日ひどい、ひどいな、下手くそ。これだ、ダイレクトだから、よし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 、さっきのコース見れば、オッケー、よし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 、いい展開。これで、両者、昨日も遠藤も TP 切れたんでね。さあ、こっからが本当の勝負感あるの。パスズレやばいな、ウィルかこれ。クリマツに任せとけばなんとかなる説ある。左に行って何何これなんか龍吾、お、抜け出したゴンジ、完璧すぎる。これはどうでしょう、いい距離。いや、これ決めてほしいよ、もう衝撃波の壁なんでね。やっとだ、さっきより距離は近いような気がするけど、よし、マジだ、あー、まずい、よーし、でかいぞこれ。うん、でもまあ、エンド TP ないんでシュート打たれたらまずいのはちょっと変わらないんですけどね、状況は。中途渡さえ打てればっていう状況ではあるので、出せちゃ、いやー、まずい、危ねー。クリマツナイス、いや、クリマツのこのトラップ華麗な、いや、マジで、なんだよそんなドリブル。おー、もうクリマツなんだよ、やっぱり突破上、3人に囲まれてもこうフェイントで全て突破する、帝国の守備を崩す、うわー、やばいぞ。でもまあ、起動これ、いけ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 、何、撃たれてんのこれ、あれまずいよ、よーし、あれ撃たれてんの、オーケー、100列ショット、100列、いいわ、素晴らしいパスワーク。おお、今ね、ちょっと描写が外れてるような上に感じだったけど、なんで遠藤に競り勝ってない、呪文可能性あるね、これこれ遠藤に競り勝ってるのでは、あ、競り勝ってるね、競り勝ってるね、これ競り勝ってるね、これ、いや事件弱すぎる。普通にさ、キーパーに競り勝てるってゲームとしてどうなんでしょうか。おお、これはまずい、ついにですよ。いや、よくないぞ、これは、これよろしくない。でででででで、あれ何、あれこれ何、これ何、よし、まあまあ、壁もでかいもんな。いや、ここ悪い、あ、これどうだ、いや、クリマ使ってる、ナイス、いやチビ身長が足らん、行きたー、いやー、うまい、それ、オフサイドね、もう、よし、行くぞ、マジツインブースト、バーニング中か、いや、これは厳しいですよ、ツインブースト、どうだ、あれ、え、ちょっと怪しいぞ、コースが、なにこれ、これ何、よしよしよし、まだあるぞ。え、しかもコーナーじゃねえの、ふざけんなよ、お前触っただろ、お前、まあ、審判も勝つ、触っただろ、お前、審判買わないと帝国戦なんてやってられないですよ、これダメですよ、ちょっと怖いよ、それ、おっと、おっと、大丈夫大丈夫、オーケー、あー、ちょっと、でもこれで TP 切らしたん でジモも TP ないんで、ただ、しかしながら戻る、え、大丈夫だよね、俺は打つよ、はい、とどめの一手やな、これで、いや、遠藤なら届かず、
いやえい、いや、きちいそれ、えい、いやマジか、いや素晴らしい、いや、亀山競り負けちゃうの、いや、バーニングフェーズ中ってのもあったのかな、バーニングフェーズだからね、お前もうあと2分しかねえぞ、いけるいけるいける、まずいな、まずいな、抜け出してこんにちは、まずい、よし、いや、でもまだ相手、使えんのか、これ止めたら勝ちだから、頼む、止めたら勝ちだからね、こいじ、救ってくれ、ライモンを、あれ、なんか、コースひどくない、ないこれ、ちょっと、いや、跳ね返す、しかも預かれた、いやでもね、これはね、単純にもう俺のパスワークが上手かった、これは、いや本当にね、これはまあ手形の方が上手かったです、普通にね、あの圧勝やってことで、まあ負け、結果負けということでね、ご視聴ありがとうございました、バイ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 